さすがにお金持ちは贈るものも違うね。そうだな。見た？あのでっかい獣肉、すごいボリュームだよね。いいな。でも聞いた話だと、昔はあの依頼人も普通の食事というか、こう粗食って感じだったらしいよ。そうなのか。うん、それがマッターホルンが調理を受け持ってから食卓が全然変わったんだって。イエラグナンバーワンのシェフって話、本当なんだろうね。確かにロドスの食堂でたまに料理を作っているが、すごい評判だったな。お金持ちなら食事会とか開くんだろうな。私もお呼ばれされたいな。テーブルマナーはわかるのか。ああ、やっぱり肩凝りそうだからパスかな。ねえ、それならうちのペンギン急便にもそういうシェフ入れようよ。パーティーのたびにすごい料理作ってくれるの。どうせみんな酔いつぶれて味もよくわからなくなるんだから必要ないだろう。それは言えてるね。